最終的にすげえ生きてくるっていうか、まあ遅いんだけどね。す
おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、仕上がってますよ、もうこれが。そうノートコーラ、すいません、ちょっとまだ台本増えてないんで前回までの分やろうと思います。はい、よっしゃ、やりますか。そう、うりゃ、前回決まった台本出すわ。前回台本ね、完璧じゃん。前回までのね、台本を完璧に刻めましょう。よいしょ。じゃあ、ちょっとまずカットする部分があるから、ね、カット、カット。何ペンしかない。じゃあ、いいですか。まずなんですけど、京都の佐野元のセリフ、2ページの10行目、はい、今日ってあれですよね、から、塩原と新島のセリフ、なんでなんですか。それから1ページの12行目なんですけど、熊谷さんの東堂のセリフから1ページの終わりまでかんですね。あとこれ、この間の稽古後ちょっと決まっといて伝え忘れてたんですけど、2ページの頭から9行目までかんですね。じゃあ残った部分をちょっと読んで一回確認したいんですけど、この記事はこっちで読むんで、最初のゆきちゃんのあらのせりいただきます。はい、はい、じゃあいきますよ。舞台は宇宙空間に作られた人工の居住施設、スペースコロニーにある空港の待合室。木星まで行くための定期便の選考会の二次募集の結果待ち。無機質で殺風景な部屋、中央に丸テーブル、それを囲むように丸椅子が発脚、紙で奥にソファー、中央の奥に自動ドア。皆が談笑しているところに新井が入って。おはようございます。おう、おはよう。はい、終わり、二言ほとんど残ってへんやん。これって一応みんな舞台上にいるにはいるんすね。ちょっと変わる可能性あるんですけど。変わるんかいしょ、この台本って一体。はい、じゃあ今日はこの続きをいろいろ試したりネタ出しとかをしていきます。おい、おい、ちょっと準備あるんで一瞬時間ください。はい、中毒、中毒。おしばい、ちょっと画面出てくるな、舞台上図面来たの。あの、ペーパー20さんから、あ、これ、アツシ。アツシ？はい。見るから、手。あ、俺、メジャー持ってる。ねえ、もう2週間前だよ。やばい、やばい。おととい、結構中止したら何やった。あ、結構書いたんだけど、それはやっぱ違うなって。でも、そろそろ先進まない、やばくない。そうなんだけど、次の稽古前になさったよ。頼むで。ゆきちゃん、私手伝ってたら。え、アピールするチャンス。え、ちょっとやめてくださいよ。朝越さん、すいません、今日なんですけど。あ、じゃあメール持ってたでしょ。了解。すいません、途中で。あともう一つなんですけど、この間言ってた、前に学校の課題で撮った映画なんですけど、はいはいはい、あれがなんかの賞っていうか、なんかそういうのノミネートされたらしくて。すごいじゃん。ああ、ありがとうございます。あ、そうなんですけど、それのなんかプレゼント授賞式みたいなのに出なきゃいかなって。それいつ。それが初日なんですよ、6月11日。マジか。すいません、本番直前まではいられると思うんですけど、退場してから抜けるのとかって難しいですかね。いいよ、大丈夫。マジっすか、ほんとすいません。大丈夫できとかだったらもう全然いいから。ほんとに申し訳ないです、こんな状況なのに。こんな状況なの俺の台本のせいだから。あ、いやいや、そういう意味じゃなくて、私も演出助手としてなんか全然お力になれてなくて。その冗談だ。でも本とかは超期待してるんで、絶対大丈夫だと思うんで。はい、あ、じゃあ私行きますね。今日は停止だけしたらすぐ戻ってきますので。よろしく。あ、皆さんもすいません、一旦失礼します。おはようございます。これハサミ、ハサミ、ハサミ、ハサミだい。あ、切れた。ひーちゃんが
がなんで最初に。あずし。うわってなんだよ。あ、ごめん。でもいいんですか。何が。あずしが。俺がどうかした。いいの。え、何。え、覚えちゃいけないの。いや、ないんだけど。兄ちゃん、どうしたの。大丈夫。大丈夫です。大丈夫です。っていうか、みんな大丈夫なんですか。俺たちは大丈夫。大丈夫って何がさ。でも、投資まであと10分とかなのに、なんか。なのにみんな突然言ったりしだしたから。いや、そろそろ投資結構始めなくて大丈夫なのかなって。いや、ダメだよ、そろそろ投資しないと。でもできないじゃん、通す台本がないから。それは本当申し訳ないです。あ、別に朝越くんを責めてるとかじゃなくて。台本は…じゃん。すいません。じゃなくて。熊谷さん、今日忘れちゃったな。あ、違う、忘れるとか忘れないとかじゃなくて。そもそもできてへんやん。うん、できてへん。台本は…できたじゃないですか。できたの。え、だって2日前に。あ、2日前。はい、2日前にできて。できてない、できてない。これで行こうって話になって。やってやってや。夢の話した。あ、あったやんか。大本発動するやん。夢じゃない、現実。え、だってできたじゃないですか。行きましたよね。できてない、ごめん。いやいや、しましたよ。だからできたじゃないですか。なにこれ、あらてのいじめ。壊れちゃうんだ。すいません、今日台本忘れました。お、怖い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 。忘れるって何？さっき違う人の見つけた。やばいやばいやばい。あの、遅い。忘れるも何も、俺はまだ台本書いてないの。書けてないの、1ページも。書けてない。あ、全部変わるってことですか。全部変わるとかでもそういうんじゃなくて、これで2ページぐらい出したのも、あれもボツにしたから。2ページとかじゃなくて、全部で、あれ何ページだったっけな、あの、確かあの、100… 100? 102ページだ、102ページで全部あって。完成してる。完成してる。最初から最後まであるってこと。あった。それは誰が書いたの。お得ソング、書いた。書いてないよ。過去の台本とか。あ、前のを使ってやることがある。前のとかじゃなくて、今回の。いや、それなんて台本。ってじゃあ今回ですね。じゃあちょっとわかんないんだけど、その2日前に俺が台本書き上げたって言ってんの？はい。2日前。え、2日前って休みになったよ。あの坊主だけやって終わっちゃった。2日前で何日？え、だから26日です。あ、5月26日。違う、6月の6月の8日か。今って6月ですよね。いや。だって伝説じゃないですか。何の？初日の。何の？公演の。いや2週間前やね。2週間とは。あ、何の2週間前だから、公演の本番の。え、今日が2週間前。え、なに、え、なんて今日って全然。え、聞いた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 。一人でわちゃわちゃしないで。これやばいって。ちょっと普通じゃないよ。お風呂細いと言えどもね。ふわふわしてるけど。確かにここまでじゃない。ここまでじゃない。私意外と地に足がついてるんですよ。
起こったのか。はい、今台本カットしてて、いろいろ準備とかしてて、私も手伝ったりとかして、そしたらいつの間にかみんなの感じが変わったんですね。服装とか公演 T シャツとか着てて。いや、公演 T シャツって。そうで、これは何が起こったんだって思ったら、鹿島さんに余裕やん、みたく言われて。余裕やん。そう、で、何のことかなと思ったら、みんな必死でセリフ言ったり、あと見ないで台本読んだりとかしてて。今の台本があったの。あった。そうで、これから投資をやるとか言い出すんですよ。でもやらないじゃないですか、普通に考えて。さっきまで台本なかったのに、いきなり通すとか無理じゃないですか。無理だね。それは誰が言ってたの。みんな。ひーちゃん以外全員そんなこと言ってたの。そうなんです。私も。俺も、うん、俺も、うん、いや、え、私はいなかった。ここっていうか、ケープ場に、うん、で、見たことない人がいたんですよ。なんか細長い人。それはツーモくんとかじゃなくて、なんだったっていうのは、確か猫みたいな感じの猫。え、何で細長い猫がいたの。マジシの代わりに。やめてください。それどうしたの。あ、投資やるって言われて。投資をやるって言われて、無理じゃないですか、台本も見たことないし。で、無理です無理ですって言ったんですよ。それは無理だよね。そう、そしたら無理ですじゃないよって言われて。私は無理です、無理ですじゃないよ。その中で、明日本番だからとか、早く投資やって劇場行かなきゃとか、いろいろ言われて。俺、さっきひーちゃんが言ってたのと一緒だ。私は言ってない、むしろ言われた側で。推し本通りやってどうした。そうで、とりあえず台本を覚えようと思って、でも、あと10分で覚えるのとか絶対無理だなって。すっごいあるんですよ、台本。何ページだったかな、102ページ。102ページ。あ、まだ一緒やん。え、あー、いい、それか。はい、で、これはもう無理だなって結構諦めてて、あの、現実逃避してて作業してたんですね。顔が見たり。そしたら今です。わかりました。いや、全然わかんねえ。シップル&カップ。とりあえず言えることとしては、今は6月ではない。6月じゃない。じゃあ今ってこれから投資稽古とかでもない。台本もできてない。助かった。よかったみたいに言わない。台本はできててほしいかしら。そこだけ本当ならよかったのに。整理すると、今ホストリーは俺たちが6月だとか台本できたって言ってて、あと今と別の格好をしたっていう見解なのね。そうなんです。完全に逆だね。俺たちとしては、今ホストリーが違う格好で現れて、で、6月だとか台本できたって言ってたっていう、まあ立場なんだ。それはなんかみんな夢でも見てたんじゃないですか。お前がなんで俺らなんだよ。私は夢見てないんで。俺らほら、横8対1だ。比率考えよ、比率を。例えば夢とか一旦置いとくとして、まあ、現状言ってることが食い違ってるわけじゃん。そうですね。まあ両方とも本当のこと言ってるとしたら、今細井は6月だって言ってる俺たちと喋ってて、で、俺たちは6月だって言ってる細井と喋ってたってことが起こってたわけじゃん。はい。だからまあ、これは細井が狂ってなければ。狂ってないです。狂ってなければ、その今の細井と6月の細井が入れ替わったっていうか、いや、俺もどう言われるかわかんないんだけど、そう考えれば今起こってた現象の前に説明がつくのかなっていうか、だからまあ今のことをちょっとこう仮説として立てると、今の細井と未来の細井が入れ替わったって考えもできるのかな。狂ってなければだけど。狂ってるよ。未来と入れ替わるとか狂ってるでしょ。これ朝子氏も。未来とかいけないから。狂ってます。狂ってないよ。そういう過程、可能性。未来とかはちょっとおかしいと思う。はぁ、朝子氏も。ついにだろ、さっきやろ。ついにってなんだよ。ストレス。ストレス。ストレスもじゃない。いろいろ考えたら、一個の可能性の。どうぞ。どうぞじゃなくて。こんな簡単に壊れてたよ。未来のことじゃなかったの。なんでまだできてない公園 T シャツ着てたんだよ。公園 T シャツ？はて。着てただろ？な？もう。まあ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 。落ち着いて。落ち着いて。こっち側みたいに言ってるけど、このままだと二人とも狂ってることになるんだね。え？じゃあやってみよう。はあ。もう一回入れ替わって。もう一回未来の細井になって。え？そんなこと言われても。どんなオーダーだよ。一回乗ってて戻ってこないから、なんか方法っていうか原因があるはずでしょ？じゃあ何やってた？というと？入れ替わるときに何やってた？入れ替わるまでのことを思い出して。はい。
た。ダミってた。さっき録画ついた時も今こっちへ戻ってきた時もそうなんです。うん、床にビリテを貼ってました。オッケー、もう一回やってみて。もう一回同じように貼ってみて。はい。はい。全く同じに。6月10日でしょ。いや、そうなの。やっぱりこの人しか入れ替われないから。そうなのね。こ
それかさっき細いが言ってたやつ。はいはいはい、これ今5月の何日とかそういうあれでしょう。そう、前振り返る。細いが過去に行ってきたんですとかわけわかんないこと言い出しちゃって、話全然噛み合わなくて、もう平行線。やっぱ向こうでも同じこと言ってた。そしたら途中から朝越まで過去と今の細いが入れ替わっていたのか、謎なこと言い出しちゃった。向こうでも言ってたの。専門家だ。じゃあな、今こっちの時代の俺が向こうを来てるんだ。そういうこと。なるほどね。アツシー！なんとなんとこれ、言っちゃっていい？いや、俺に言われる。俺もまだ知らないから。あ、どうしたんですか？さっきのひーちゃんもだけど、いなかったってどういうことなんですか？交番したよ。交番？交番っていうのは、ポリスステーションじゃないですか？舞台に出なくなるやつ。待って、どうすんすか？何ですか？行っちゃうよ。なんでエナミに了承取るんすか？なんでって、だってユキちゃんに手出したから。はぁ、あ、カラオケに連れ込んでキスしたって。いやいやいや、怖っ。今ふざけてとかノリゲットで最低だよ。最低だよ。そしたらマネージャーにバレたら大事になっちゃう。俺そんなことしないよ。知ってたから。現に絶対嘘って。俺そんなことしないよ。実際してたし、ユキちゃんはマネージャーにチクっちゃうし。私がですか？そう、いろいろあってアツシは交番ってことになっちゃったんだよ。そんなアツシになかったの、そっち。そうそう。なんか細長い人がなんとかってのは。細長い人、アツシの代わりにいた猫。あ、猫そぎさん。猫そぎさん。猫そぎさんってあの猫そぎさん。あ、そう、急遽代役で。めっちゃ懐かしい。誰？あ、大学のサークルの先輩。何日前かわかんないけど、こんなギリギリで出てくるの。最近仕事辞めてプラプラしてる。大学以来だから3、4年ぶりじゃないんですよ。その状況でやってくれてすごいね。どんな感じの人なんだろう。どんな感じ、難しいな。顔はね、ちょっとイケメンそうなんだ。芝居するとどういう感じ。だって上手いってよりはね、こう面白い。器用なタイプではない。独特の雰囲気も出る。ちょっと何大学の話で盛り上がってるのか。いや、まあ大学ってるわけじゃないんだけど、一応知っときたいかな。もうその人とやる気満々じゃないですか。なんで俺が考案するやつやってるのか。いや、前提っていうか実際そうなったからね。嘘です、嘘です。皆さん、この人の言ってることを信じちゃいけません。この人の発言は嘘です。嘘とかさ、この人は偽物です。俺は本物の塩原さんじゃありません。本物だよ。偽物って、そういうあれじゃない。だってそんなん絶対ありえないっすもん。やべえ、向こうアツシ降板してた。細いが言ってた細長い猫が。猫が来たやろ、アツシの大学の。聞いたんだ。その辺の事情ワンセットまとめて。マジか、俺超スクープだと思ったさ。てかアツシ、お前交番の理由がユキちゃんへのセクハラとか。お前はもうけしからん。お父さんもね、そんなこと言ってる。そういう点で。そういう点で。エロすぎだろ。けしからんみたいな受け止め方じゃない。ああ、これ夢だな、夢だ。タイムマシンとか入れ替わるとかあるわけない。夢ってことは言いたくはない。はいはいはい。これは現実だよ。夢です。俺は夢の中のひーちゃんに話しかけられる。誰に言ってんだよ。私は実際6月に行ってきたし。俺も行ってきたぞ。あー、聞こえません。何も聞こえません。現実から目をそらしてダメだ。いや、でもだって交番とかそんな絶対ありえないっすもん。まあ俺がエナミに手出すとかありえないですから。おい、なんで引いてんだよ。信じてんじゃねえか今の。今いきなりでびっくりしただけで。おかしいだろ。違います、そういうじゃないですから。じゃあ分かりました。そんなに言うんだったらそれ貸してください。6月に行って確かめてきますから。いいけどさ。行っても私いないよ。自分の目で見るまでは信じられないだろ。でも向こうは私いないんだよね。いないです。降板してるからね。だったら何と入れ替うんだろう。6月のままどっかにはいるだろう。どっかじゃなくて皆さんも6月の前に聞いて確かめてください。真実が明らかになりますから。あっち行く。おい、稽古
クマにいるんすか。いや、なんでかっていうと、あのさ、この入れ替わるやつ知らない。入れ替わる、ほら、やっぱ稽古場にいなかったから知らないんだ。でしょ、今、稽古場にいなかったんでしょ。いや、だからでしょっていうか、今、どこにいたの。いや、それはどことかは別にいいじゃないですか。なんか濁すんだけど。え、6月のアツシやんな。え、6月のっていうか、あ、いや、今が5月だから。降板した方がアツシやん。いやセクハラした方のアツシやん。落ち込んじゃったじゃん。聞けって言うから。本人が言ってたんだもんね。あれ、どこ行ったの。俺はここにいるべき存在じゃありませんから。完成とかじゃないから。一昨日ドバッと40ページくらい。
一昨日、昨日と徹夜だね。なんかそっち今日まで稽古したんやな。今日もこれから投資をしようって時にこれがこれ。ああ、最初の細いねやつだ。あれでも今日って劇場入りじゃないの？いや、予定ではそうだったんだけど、昨日会議してね。これは明日も稽古しないとですぞ、言うて。じゃあ仕込みとかは？全部スタッフさんとかにお願いして、あと後輩とかにも手伝ってもらって。とりあえず役者と作演だけで夕方まで稽古して。これとあと一回投資してすぐ劇場行ってるや。それめっちゃ大変や。めちゃくちゃ大変なの。お前めちゃくちゃ大変だったからな。なんかごめん、なんでその他人事なんだよ。俺その40ページまとめて出した俺じゃないの。ああ、文句があんならそっちの目に行ってくれ。いやでもこっちでもできてへんやんか。そうだろ。でもこれからは大丈夫でしょ。これからはそんなことにならないから。あ、今台本を取りに行ってるから今日の段階で台本手に入れちゃうから。今日から出来上がった台本で稽古ができる。まあ2週間前からでも決して早くはないけどね。え、どういうこと。だからこの2週間前の段階から台本があるってことはギリギリにはなれなくなる。え、じゃあギリギリだった俺らは。そうなんだよね。ギリギリで大変だった俺らこの経験はどうなるんだっていうね、うん、どういうこと。だから俺たちは台本がギリギリできつかったの、気持ち的にも覚えるの。でも今、あ、つまり2週間前の段階から台本があるってことはきつくはならないってことじゃん。だから矛盾じゃん。この俺らのこの大変だったなっていう体験はどこに行くんだ。徹夜とかした記憶はどうなるんだっていう。そうだよね。でも2人が台本取ってくれば未来が変わって疲れない未来になる。あ、ほらバックトゥザフューチャーの写真みたいにさ。どうなんだっけ。過去に行って自分の両親がくっつかなくなりそうになると写真の中の自分が消えていっちゃうみたいなあれだよ。じゃあ2人が台本取って帰ってくればいいんだ。もしくはそういう未来に近づけば近づくほどだんだんと疲れが取れてくる。いや取れないね。回復する気配がないね。てか帰ってこないですね二人。だからじゃない、絶対余計なことしとうわ。寄り道とかしてるってことないじゃん。違う、これがここにあるから。ああ帰ってこられないから。あらないと。うわ危ねえ。未来に取り残しちゃうと思ったよ。そして俺らもな。戻すために早く帰って。困るんだよ、早く帰ってくんないと。いやお前らの都合でやっといてさ。いや狭いよ。一人でも小さいよ。いけんだろ、こうやって片足ずつ。片足ずつで半分ずつだったらどうすんだよ。こっちごわす、こっちのガスだったらどうすんだよ。あしら大社みたいな。変わらねえな。あんまいいこと思いついた。これこうすればいいんだよ。こいつらこれはなんか大丈夫大丈夫なんだよ。実証済みだ。お前一応入れんかいいね。まあ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 、じゃあせーの。超焦ったわ。気づかなかったからさ。帰ってこねえじゃんとか言ってた。帰ってこねえじゃんじゃねえよ。途中寄り道してるとか言われてたよ。お前らさ、それより台本、そう取ってきたよ。第63小隊バックスペース全100人目です。乾杯お疲れ様です。あれ、え、ね、それぞれ何冊持ってきてんの。今からがコピーできたのに。いやすぐ読めるによると思って。でもコーナーに借りちゃっていいんですか。おそうだよ、向こうの俺ら的には。この後すぐ通したら使わないし。おお、まあいいならいいけど。むしろ喜んで貸してくれたよ。だってそうでしょ。だって今貸せばそれによって自分たちも2週間前から台本がある状態になるわけでしょ。向こうのやつらからしたら。え、あ、これは俺が書いたの。いや俺がっていうか俺こんなの書かないよ。だってこれ全然違う話になってんだけど、設定もさ、あのスペースコロニーの中で船に乗る人を決めるって言われたじゃん。まあ、口頭で聞いただけだけど。舞台がいつの間にかスーパーの休憩室になってんだけど、全然別の話になってんだけど。まあ、読んでて変わったんだなとは思ったけど。これは違うでしょ。これは俺が書こうとしてる話じゃないから、うん、だからちょっと、この台本は使えない。全然取ってきたのに。全然違う話になっちゃうよ。いいよ。だって朝子しか書いたもんないよ。これは俺が書いてる作品じゃないんだよ。未来のお前は結局これ書くんだ。今は書きたくなくても最終的にはこれを書くんだから。だからそこなんだよ、気になってるのは。だから今のこの俺とこれを書いた俺は本当に同じ俺なのかっていうか。何言ってんの。今とこれを持ってきた本番前日の世界は繋がってないんじゃないの。
だってさ、もし今その6月の世界がつながってるんならよ、6月の人たちはさ、この入れ替わる現象を知ってるはずじゃん。だって彼らからしたら2週間前、つまり今に何度も使ってるわけだよ。どういうこと？俺たちは今、このベニテがタイムマシンみたいになってて、こういう現象が起こるってことを知ってるよね、うん、何回も試したわけね、うん、でもし、今が過去で、向こうが未来で、それがつながってるんならだよ、こっちの俺たちが知ってることはさ、向こうの俺たちも知ってなきゃおかしいんだよ、最初にお揃いが言った時点で。でも知らなかったよね、最初にお揃いが言った時、何言ってんだみたいに言われたってことでしょ、はい、ってことは、こっちとあっちは繋がってないってことだよ。こっちがここであっちが未来なんじゃなくて、あくまで別の世界。別の世界、何言ってんの。でも向こうの方が未来っていうか、6月10日ではあったんだけど、まだ日付としては5月28日と6月10日だから、まあこっちが前であっちが後なんだけど、別の直線上っていうか、こうじゃなくてこうなの。別の世界っていうか別の宇宙なんだよ。これ SF だと多元宇宙論とか戦い解釈っていうけど、全然分からん。つまりこのビニテを作った入れ替わりの現象っていうのは、こっちの世界の5月28日とあっちの世界の6月10日の間で同じ人間の入れ替わりが起こってると、そういうことなんだよ。だから5月の俺たちと6月の俺たちは別の存在なの。だからじゃあ俺も降板した俺とは関係ないってこと。それが何なの。俺は赤星さんの言ってること正しいと思う。前に別の宇宙と何なの。さてこっからが問題なんだけど、別の宇宙だよね、うん、別の俺が書いたものだよ。俺が書いたものじゃないの。だからこれを使いたくないの。でも朝越やん。別の朝越なの。別越俺じゃないの。俺は台本書いてないの。いや書けや。何を誇らしげに思えないの。だけど書くからこれは使いたくないの。そういう話じゃないじゃん。時間がないだろ。間に合わなかったらどうすんの。大丈夫、間に合うから。何を根拠に。まだ1ページもできてないじゃん。間に合うんだって。なぜならあっちの世界で間に合うっていうか。てめえ今そっちの世界は別って言ったじゃねえかよ。別ではあるけどほぼ同じことが起こるんだよ。都合のいいこと。そうじゃなくて近い平行世界だからほぼ同じことが起こるって決まってるんだよ。さっきさ、6月の妻のとかこうたもこの台本が5月28日の段階でさ、同じ挨拶だけになったって言ってたよね。この多元宇宙論で考えると、世界ってのはその可能性の数だけ存在してるの。それこそ恐竜が絶滅しなかった世界とか、地球が生まれなかった世界とか、もうそのレベルでもう無数に世界は存在してるわけ。ところその中でさ、俺たちが全員生まれてて、知り合ってて、演劇やってて、で同じ公演出てて、しかもその公演の台本が同じ時点で同じ段階までしかできてないわけ。ってことはさ、もう無数に存在する世界のうち限りなく近い世界ってことになるじゃん。だからこの後もほぼ同じようなことが起こるに決まってるんだよ。だからまあ、アツシの場合も同じことが起こると思うんだけど。何一つよ。うるさいよ。だからこの台本は俺使わなくても最終的には間に合うから大丈夫。次でも本番3日前なんだろ。ギリギリじゃねえ。俺もう大丈夫じゃねえ。でもこれ俺が書いたもんじゃないから俺が使う。違う。大体同じ世界だろ。そう、同じだね。いや大体台本も同じなんじゃないの。最終的には同じになるかもしれないね。書いてないからわからないけど。ちゃんと分からないじゃん。何が違うんだよ。だから俺が実際書いたっていう経験知らねえ。そういうことじゃん。台本遅いな俺が悪いよ。でもさ、俺が書いてないの俺のって言って使うの。それ違うでしょ。お前の都合じゃん。俺の都合だけど。じゃあ分かりました。家庭の話をしましょう。もし皆さんが朝起きたらセリフが全部頭に入っていて、全部の芝居ができるようになっていて、そしたらそのまま気持ちよく本番を迎えられますから。どういうこと。あいつがいつまでもごねるから。いやこっちの俺が向こうに送られたってこと。そうそうって強制送還だったね。そろそろこの入れ替えるのやめてほしいんだけど、こっちも時間ないんだわ。そうなんだけどさ、こっちの朝越がお前が書いた台本使いたくないとか言うからさ。あ、お前はこの台本自分の作品だと思ってるよね。思うも何もそれ俺が書いたやつだね。え、じゃあこの朝越くんに演出してもらうってのは。だってこの本書いたのもそうだし、はいはい、今やってたわけだからね。朝越くんにやってもらうのが一番手取り早いじゃん。いや、ちょっと待って、こっち今から稽古やって劇場行かなきゃいけないから時間ないんだわ。いや、だから、もう
いっそ、うん、そうえだから今ちょっとだけ演出してもらうってことじゃなくてってことでしょそういうこと、マジで完全に演出を変わってもらうってことでしょすげえ展開これはいい、いや本当だよ、こっちもみんな残してきて、いや明日本番なんだよ、でもだって考えてみて、こっちならあと2週間稽古できるんだよ、2週間だよあと1週間多く稽古できたらなって思うことありませんかこれが2週間だ1週間多く稽古ができるのがボーナス、どう私たちはこの台本を演出できる人が見つかる、朝越くんは稽古期間が単純に2週間増える、ウィンウィンいや向こうのいいじゃん、向こうのことは来ちゃえよこっち2週間だよ2週間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 じゃあ稽古再開しまーす、よろしくお願いします、あ、そうか、こっち猫そぎさんいないのか、あー、まあそうだね、アツシがいるからね、こっちじゃ猫そぎさんがなんとかって話はなってへんから本人出るとは夢にも思ってないじゃん、なるほど、オッケー、ちょっと連絡しちゃいます、猫そぎさんに、えとりあえず猫そぎさん呼んじゃおうと思って、待ってください、俺いるのに代役呼ぶのおかしいし、まあまあまあそうなんだけど、いやだからこっちの俺は何にもしてないんですよ、もちろんそう、もちろんそうなんだけど、原稿台本が猫そぎさんになっちゃってるから、はっだからまあ一応呼ぶだけ、いや呼ぶだけって呼んでから決めます、役に合う方を、あ、オーディションみたいな、なんで俺だけオーディションしないんだって、久しぶりやな、あ、もし猫そぎさんか、朝飯です、あ、お久しぶりです、お久しぶりです、あ、今何してます、あ、あの、地域プレイから来てもらえますか、はい、あの、ここです、はい、あの、いや、ちょっと、いろいろあって言わないの、え、何も言わんとよ、あ、ありがとうございます、来るって来るんだ今のですげえざっくりとした呼び出したよ、で、ちょっと皆さん台本開いてもらって、で、早速、キャッチ自体で指示するんで、はい、ここだってちょっと縛られていきましょうか、はい、あとじゃあシュウがちょっとたまになってます。で、コウタがこう L 字になってます。あ、新島と玉本。あ、確かに。はい。じゃあ読んでみましょう。よーし。え、え、じゃあなんすか。これから毎週こんな会議があるってことなんですか。わかんない。噂で聞いただけだけど。全然違うんだけど。新島はそのことに好意があるんだって。そうなの、それでそのことに嘘つかついてんのよ。そうなの、散々言ったじゃん。いや、聞いてないよ。いや、俺らは初耳だから。そうか。OK、ちょっとこっちのシュウから読んでいい？6月のってこと、あ、ちょっと一回試してみたくて、手本みたいな、そうそうそう入れ替えるってこと、俺は6月に行って何をすればいい、あ、だからさ、こっちの俺たちにいろいろこう聞いといて、あ、なるほど、うん、行ってらっしゃい、ちょこれまた5月？うん、ちょっとこっちのメンバーに手本見せてほしくて、あれ、お前はもう6月10日の朝越、ああ、あ、つうかこっち大変だったよ、こっちに来た5月の朝越が役に立たなすぎてこいつに通し稽古見せても何にもならないつうことで通し稽古ストップしちゃってさ、うん、お前勝手に抜けんなよ、勝手に抜けるの何も、俺も強制的に呼び出されるから、えっ、入れ替わりだから、あ、こっちの誰かがこっちの朝越を6月に送ったんだ、マジかよ、誰だよそんな余計なことしたやつは、塩原だよ、俺こっちの塩原がこっちの朝越をそのベニテで6月に送って、うん、で、今この朝越が塩原を6月に送った、俺ら2人は何をやってんのかさ、時間ないから6月に帰ろうぜ、あ、それはダメなんだ、うん、この朝越は俺たちこの台本の演出をしてくれるってなって、おかしいおかしい、俺らだって困るから、あんなポンコツ朝越置いてかれてこっち2週間前なんだ、こっち本番前日なんだけど2週間あるんだ、こっちであれば、あ、マジで言ってんの、うん、オッケー、今から未来のやつ芝居を経験の違いを見せつけてやるこれから毎週この全然違うんだよ、こうだったらさ、もうちょっと誰が初心者サイズやねん何の話
シーンの打ち合わせを。とりあえずやらね。じゃあ次、ゆきちゃん行こうか。そうだね。はい、ああ、そのシーンね。うん、じゃあ、9ページの荒井と園本の新島のシーン行きまーす。9ページ。うん、ちょっとこっちの慣れてる2人でやってもらって、ね、感覚つかんでもらおう。じゃあ行きまーす。4行目から4。はい。ってことは、誰か一人選ばなきゃいけないんですよ。全然多分ニュアンスが違うんだな、ゆきちゃんの言った手本を。その方がいいね。でも、その手本っていうのは誰に見せるの？誰っていうか、みんなで共有するもんだ。いや、とりあえずゆきちゃん、この中に一旦入ってもらって。あ、はい。台本持っといてあげるよ。お願いします。5月28日。あー、でもしまった。こっちのユキちゃんはアツシと会ったらヤバいユキちゃんじゃん。あこっちの俺は何もしてないんですって。いや、アツシがどうのこうの問題じゃなくて、ユキちゃんの中の問題だからさ。とりあえずアツシは一旦ってなんすか。一旦向こうに行っていただいて。なんで俺が向こう行かないといけないんですか。一旦6月に行っていただいて。待ってください、向こうっていうのは6月のことなの。が出てきちゃうんだよな。より気まずい方出てきちゃったりした。そりゃそうやろ、入れ替わりやねん。その送りたがるのは何なんだよ。何なんだよ、サッチじゃないから。いや、私もちょっとここでやれちゃうといろいろ止まっちゃったりするから。はい、そうっすよ。とりあえず今日のところは一旦帰っていただいて。はい、ですよね。アツシさん、えなみさん、この度は本当にすいませんでした。いや、皆さんも本当にすいませんでした。大学って決まったんですよね。サークの何と。よろしくお伝えください。はい、じゃあ。見に行きます。さあ、次どこやろうか。ちょっと待って、これはいいの？じゃあ次、妻のと熊谷さん行こうか。あそこのね。今これ結構何人か入れ替わってるけど、6月に行ったやつらは大丈夫？妻の？だって6月に行ったらこれ熊谷さん。はい。ちょっと2人真ん中に立ってもらって。はい。あ、俺か。2人もうちょっと近づいた方がいいんじゃないの？そうだね。じゃあ31点の6番目から。やばいんじゃない。やばいってなんだよ。俺ら6月に送られたらやばいんじゃない。何がどうやばいんだよ。これ絶対入れ替える気でしょ。何言ってんだよ。はい、行きますよ、集中。そうだよ、俺らを6月に送って6月の俺らを呼んで、で全員そいつらで2週間稽古する気だ。だってもうこれそうでしょ。俺らまさにこれ入れ替えられようとしてるでしょ。隣さんの塔を連れ替えます。待ってられるぞ。おい、俺らここに6月の帝国を築くつもりだよ。つまりこの休憩室のロッカーの数が7人分なのに。一旦変えてみよう。オッケー。わぁ。ようこそ。おお。待って待って、何しとん。ちょっと二人の芝居の感じが見たかったから。いや、嘘や、芝居のあれとか口実やろ。口実って何言ってんだよ。いや、だって塩原の感じとかおかしいやん。だって処刑人やん。誰が処刑人だよ。5月だからまああと2回に。いや、ちょっと待って待って、おかしいって。んおかしいとは。いや、だって入れ替えて勝手に自分らだけ時間あるとか、うちら6月送られるとかおかしいやん。ちょっと帰って帰って。失礼だろ。で、みんなを返して。返してとか俺らが誘拐したみたいに言う。とりあえず稽古再開しましょう。違う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 、このメンバーで稽古とかおかしいやんか。妻の君が言ってたのっとりやん。え、俺？いや違うわ、こっちの妻の君が言ってたの。全員入れ替えるつもりやろ。6月のメンバーでこっちでやるつもりやろ。何言ってんだ。じゃあ次のシーン行きまーす。おかしいやん、このまま。次のシーン、鹿島と細井。やらんぼ。いやいや、お前やらんぼじゃないよ。やるわけないやろ。おい、お前役者だろ。稽古
しようぜ。嘘やん、嘘の顔やもん。嘘の顔ってなんだからな。ちょっと笑っとなんだからさ、稽古進めようぜ。あー遅い。いちゃいたかね、やられるで、やられるとかいや怖いわ。次2人のシーンだからさ、2人出てきてくんないと稽古が進まないんだけど。だって稽古じゃないやん。稽古だよ。嘘つけや。てかもう準備しとうし。ほんまごめん、帰って。あ、だってさ、こんなんおかしいやんか。元に戻そうな。最初に呼んだのお前らだろ。いやそうやけど、それで演出変わってくれって言うから。いやだってこんな他の人も帰るとか知らんし。それはもう稽古の進行上仕方なく。いや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 、それ貸して。そんなに言うなら6月行ってみんな連れてくればいいじゃん、これ使って。で6月の側からもう一回これ使ってみんなで戻ってくればいい。そしたら全部元通りだから。いや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 、なんで私が行くの。それ二度手間やんか。みんながこっちで右手使って戻った方が早いやん。いや俺たちは別に戻りたくないから。そんなに戻したいなら自分でやって。いやちょっと待って、いいやろ。まあいいけど。おいおいおい、ちょっと行ってくるわ。じゃーん。こっちがタイムマシン、あっちはビニールテープ。ただのビニールテープ。おー、お前マジじゃん。とりあえずこっちの私あっち行った。そういうこと。みんなを救出するために自分から行った。そうなるね。まだとも知らず。じゃあ向こうでかしはただのビニテを貼り続けてるんだろ。イエーイとかやってるんでしょ。どこにも行かねえ。ただ床にビニテが貼られ続けるっていうね。最悪。さて、まあ、じゃあ、そうね。あの、これって、あの、じゃあ続きいきますか。続きって何の続き。あ、ちょっと次、細井の出番だから。あ、そうね、次、細井の番だね。意味が違う。はい。そうか。殺される。送るだけだよ。大丈夫、すぐみんなのところに送ってあげる。稽古中だから休憩はまだだよ。ちょっとトイレ行ってきます。はい、ここ超ダメです。小林さん。何？ちょっとこれはあの、助けよう。ごめん、私も稽古できるなら何でもいいや。ゆきちゃん。兄ちゃん分かってるよね、ゆきちゃん。2週間増えるんだよ。はい、ごめんね。せーの。猫崎さん、今5月の連中の中に一人でいるってこと。そうですね。それ大丈夫？5月の連中にインチとかされてない？いや、もうボコボコにされてるかもしれない。それはないと思うんですけど。猫崎さんどうする。うん、こっちも送んないと猫崎さん来れないから。5月の猫崎さん。うん、あ、さっき電話で呼んだんだけど。いつ来る？わからない。え、久しぶりなとこ呼び出して、で、来たらすぐ6月に送るの。それちょっとかわいそうやな。いや、いいでしょ、送っちゃおう。一応先輩でしょ。あら、そこは。だってまだ何も知らないわけですよね。こっちの送んない限り6月の猫崎さんは来れないから。送っちゃおうよ。お前のそのすぐ送りたがり。送り人かもしれん。おわ猫崎さん。みんな久しぶり。あ、そう。ここは5月ですね。おー、向こうのみんな怖かった。結果オーライ。じゃあ稽古再開します。はい。Thank you.
ポケットに。あ、じゃあそれだよ。ああ、
じゃあこれはこっちの世界の携帯じゃない。多分。じゃあ俺は寂しいやつじゃない。それは分かんない。こっちの時代の俺の携帯は？だからまあ2週間前のこっちに来てるってことはこっちの携帯が向こうに行ったんじゃない？そうなるのか。入れ替わりだ。あ、予約入っちゃった。明日の初日2人入りますかって友達から。この状況で。皮肉。喜べねえ。505円しない。マジか。恥ずかしいメールあった。制作の木村さんから役者陣は16時まで稽古で17時から劇場でリハーサルだって。あと2時間ぐらいや。じゃあ稽古できるとして1時間ちょい。厳しい。木村さん電話つながんないんだけど。劇場電波ないからじゃない。絶対本自体はないの。いや俺なかった。俺もだわ。私もないですね。おペライチ時代のやつならあった。根こそぎさん持ってないでしょ。そのカバンは持ったまま送られてきたやつですよね。うん。まだ入ってるわけないでしょ。いや僕単純に飲み物出そう。あげましょう。さあ、あいつらなんで台本も全部持ってってんだよ。もう俺らとことんいたぶるつもりじゃない。わざと占領される前の自分の領土を焼き払うみたいな。ちょうどそっち。何か全員分持ってきたからやね。そんならさ、こっちもやってやろうぜ。あいつらが戻ってきた時のためにこの世界をめちゃめちゃにしてやる。はいはいはい。元に戻ってきたあいつらに入れ替わったこと後悔させてやるんだよ。なるほどね。もう北斗の拳みたいな世界にしてやる。北斗の拳で進んじゃうか。できないだろ。そういう力を手に入れたわけじゃないですか。あ、じゃあこっちの俺らの金を使いまくるぞ。なるほどね。使いまくるものにもお前505円だろ。闇金で金借りてくる。もしくは悪さしてあいつらの代わりに捕まっちゃうでいいな。 OK。 じゃあ俺全裸で銀座走る。この意味での銀ブラ。何言ってんの。じゃあ俺は付き合ってる彼女と別れてやる。やべえ。一区。それはでも彼女がかわいそう。じゃあそれ元に戻らんかったら自分らが背負うことになるからな。うお、そうじゃん。危ねえ。あいつらそれも狙いかよ。罠か。ちゃうよ。いや、あいつらだってずっと違う世界にいるのがなんかあれなんじゃないの。そうだよ。だって、あいつらの立場になって考えてみ。頑張ってプラス2週間稽古やって、で公演が成功したんだよ。いや、成功ってふざけんなよ。わざわざその成功した体験するまで、こっちの世界に戻ったりはしないんじゃない。何？どうした？もう分かる。割れてるんだけど。どういうことだ。しかも LINE って。ごめん、俺電話してくるわ。いいんだよ。何が。お前は振られてないから。振られてるんだよ。6月4日のこの LINE の二言ぐらいで。でも別だから。え、いや、あくまでもこっちの世界のツアーノの彼女だから。そうだよな。俺ともう一人のツアーが別だもんな。だからあくまでもそのあいつが振られてんだよ。なるほどね。おぶねえ。でもまずすでに悪夢の世界になってたっていう。このツアーノさっき会った時はすでに振られてたんだ。このタイミングで振られるってきついっすね。6月4日本番1週間前ですよ。つーか彼女もそのタイミングで振るんじゃねえよ。つー最悪のタイミングだよな。メンタルぐちゃぐちゃだわ。ただいい君だよね。いい君とか言ってけど戻れないってことはお前が振られたってことだよ。元に戻れないってことはお前がこっちの世界のツアーとか。違う俺じゃん。別だって言ったじゃん。別ではあるけどこれからはお前がこっちのツアーになるから。俺振られてないじゃん。お前やっぱり振られてたわ。じゃあ振られたツアーのはまだ2週間前の彼女がいる世界を楽しんでるわけだ。おい、自分の彼女に手出されてるかもしれない。こうしてる間にも俺の彼女は俺のマノテによって戻るから。されてるかもしれないだろう。向こうの自分なんだと思うんですか。っていうかされないよ。向こうだって今稽古中なんだから彼女と一緒にないでしょ。それより時間ないんだから他の方法考えようよ。お疲れ様です。木村あれどうしよう。あ、どうぞ。あ、もう終わった感じ。いや、いや、おしまいねけど。木村さん台本って持ってない。台本は持ってないけど。マジか。なんで持ってないんだよ。いや、なんでって俺はこの人が送ってくれないからだよ。そうなんだ、ね、そうなんだじゃないよ。そしてまだ言ってよね。データでいいからメールで送ってって。俺は聞いてない。言ったよ。そしたらあそこでメールで了解ってこっちの俺はなんて言うんだろうな俺。台本がなんかいるんですか。今一冊もないんです。いや、それはどういう。ちょっと今大変なことが起こってて。とりあえず全員分の台本がないと稽古ができない。
ないから。え、何？全員台本忘れたの？いや、違うよ。忘れたって俺たちは間抜けかよ。うん、うん、これどっから説明したもんか。あの、木村さん、おい、私たちは木村さんの知ってる私たちじゃないんですよ。あ、その説明は違う。私たちは別の世界から来たんです。ストップストップ。ダメだこれは。だってさっき別の世界。いや、そうなんだけど。別ではあるんだけどな。これ何かもっと適した人が説明した方がいい。とりあえずこの世界にはその可能性の数で無数に変化。うるさい。っていう設定。設定とかじゃない。iPhone ならデータで送ってよ。冒頭で言われてもさ。そういうことじゃないんだよ。じゃあ何？あの、一番シンプルに言うと、タイムスリップしてんの、私。だから何？それ言っちゃダメ。それ言うと信じてもらえないから。だってしてるじゃん、実際。してるけども。え、ふざけてる。ふざけてる。なんていうの、こう、入れ替わってるの、私は。2週間前と。そういう特殊なビニテがありまして。私なんでいるのかって、それは俺が何も悪いことをしてないからだ。ああ、何言ってんの。え、なんであっちがここにいんの。あ、なんでいるかって、俺たちのこの話とか何やってるんだけど。何言ってんの。だから入れ替わってんの。え、猫崎さん、これ今どういう状態ですか。わかんない。わかんない。なんでわかんないんですか。わかるでしょ。一緒に来たじゃないですか。そうなんだけど、説明の仕方とか。あ、結構気持ちない。久しぶり。久しぶり。昨日もあって。え、惑わすなよ。実際3年ぶり会だし、もう混乱するでしょ。え、これは今ドキン。ドキンじゃない。そんなことしてる場合じゃないよ。いや、分かってるよ。そんなことしてねえよ。だから今日の俺たちと2週間前の俺たちが入れ替わって、俺たちは2週間前の俺たちだ。はいはいはい、もう稽古してないなら劇場行くよ。だからあと2時間ぐらいでリハーサルだよ。こいつ全然信じてくれねえ。信じるも何もさ、あの、お願いなんで時間ください。とりあえず台本手に入れて、で、稽古しなきゃいけないんで、さらに遅らせるの、劇場行くの。まあそういうことになるよね。ただでさえ仕込みとか全部任せてる。いや、それは重々承知なんだけど。今すぐ劇場行くとかそういう問題じゃないんだわ。今すぐ行ってもリハとかできる状況じゃないっていうか。は？え、ね、稽古してたんじゃないの。稽古してないの。はぁ、できなかったの。なんで。だから俺らも今こっち来たばっかりだから。2週間前から飛ばされてきたばっかだから。意味わかんない。ダメだこれ、平行線で。どうやったら伝わるんだよ。どのぐらい、え、どのぐらい時間が必要なの。とりあえず誰かに台本借りてて、コピーして、それから稽古してなんで。2週間バカなの。2週間しとくよ。2週間って本番終わってるわ。俺らは2週間奪われてるわけだから。まあ2週間ってのはないとして。でしょうね。あいつだって台本いつ上がったんだっけ。6月の7か8とか。ってことはそれぐらいはいるよな。まあ、冗談とか抜きでね、真面目な話、どれぐらい時間があるの。3日しねえよ。何言うふざけてる場合じゃなくて、真面目に聞いてんだ。俺らもふざけてないよ。真面目に言ってるんだよ。真面目計算した上で3日欲しいんだよ。だとしたら余計しねえよ。キッチンなんだよ。厳しいとかじゃなくて。そういうことか。向こうの私たちと同じ6月の帝国の住人だから。俺らを陥れようとしてるサイドだ。陥れようとしてるサイドだ。どういうこと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 。そういうことじゃない。じゃあ何。まあ、陥れるっていうのはこの時代のうちらのことで。この時代っていうのが意味わかんない。ああ、これこのビニテってこのワッカーやんか。うん、これがまあ、こうしてあれやねんけど、タイムマシンになってる。あ、で、このビニテの中に入ると、てか、あの、このビニテの輪っかに囲われたものはこう違う時代っていうか、こう2週間前に行っちゃうねん。行ってないじゃん。今は違うよ。1回使ったらただのビニテになるの。あ、でも新しいやつはタイムマシンになってんねん。その新しいやつでこう輪っか作ったりとか、あと自分の前をこうぐるーんって貼ると違う時代と入れ替わんねん。さっきも説明したんすけど、そういう特殊なビニテがあるんです。どこに。いや、どこにっていうか。あ、このビニテ。これは違います。これはただのビニテ。はエミさん、その特殊なビニテってのは今はない。はぁ、本物は2週間前の時代にあるんです。だって無理でしょ、その。え、特殊なビニテとかサイマセンとか言われながら言ってもつまり今ないから。信じらんないから。お前やって。こんなもんとおりませんわ。おはようございます。あ、すいません、遅くなりました。台本持ってない。今回の台本。あ、舞台用のやつですよね。木村さんに言われて吸ってきましたよ。わー、信頼連絡。何冊ある。初日分だけなんで9部吸ってきました。おー、それちょうだい。え、その台本全部ちょうだい。私は車に売るように。いや、そんなこと言ってる場合じゃないから。え、ちょっとどういうことですか。どういうことって。いや、だって皆さん持ってるじゃないですか。持ってないだって。ないから困ってんの。え、なんでですか。あの、お二人とも2週間前って何してました。2週間前。はい、他の現場が終わって、こっちの準備してたと思うけど。私は、あ、てか一緒に稽古がいたよね。それが一瞬でいつの間にか本番前日になってたらどうします。どうします。いや、どうしますっていうか。困りますよね。それはね、私たち今それと同じ状態なんです。2週間前の状態の私たちがいきなりこの本番前日に来て
ゃどうしちゃったんですか。言わされてる。言わされてないです。本当なんです。信じてください。そんなキラキラした目で見られてる。そういう不思議なビニールテープのせいで2週間前の私たちと本番前日の私たちが入れ替わっちゃってるんです。マジで。何言っちゃったか。しゃべっちゃうんだよ。いや俺もつかねえ。うまい。その2週間前から来てるってことは稽古もしてないし台本もほとんど読んでないままなんです。それはまずくない。まずいんだよ。明日本番じゃん。そうなんですって。あー通知です。なんかめっちゃ開き直るんだよ。いいんです。紙にでも書くか。首から下げとくか。私がいるのはいいんですか。ゆくちゃんに手出す前の私よ。2週間前の私たちなんで。あそうです。その話よ。だから台本も欲しいし稽古する時間も欲しいの。いやさそうでしょ。まだちゃんも台本配っちゃう。あいいんですか。いいですよ。もうぶっぱんどころも配るわ。俺らもさっきからそう言ってたのに。もともと調理のみんなは今2週間前に行ってる。そう。何やってんのあいつら。そうなんだよ。なんでこの状況残していくんだよ。ほんとだよ。まずか人連れてけよ。いやいやいや。自分の書いたのじゃないとかそういうのもうなしな。もうほんと時間ないからな。どういうことなんですか。朝越が反対しててこの台本使うのに。ここで明日本番やることに。この台本は自分が書いたものじゃないからって。自分が書いたのにも朝越が書いたのじゃない。いや朝越が書いたんだけど。だからこれ書いたのは本番前日の俺で、この2週間前で俺は書いてないから使いたくないって言ってたんだけど。でもじゃあどうするのって話だよ。今言ってたんだけど、それはもういいよ。この時代の台本でやろうよ。いい。だってこの世界の木村とか前田ちゃんの公演中止にできないでしょ。まあ、だから演出だけ引き受けたと思ってやります。よし。わだす。すいません俺台本もらってないんですけど。あそっかごめん。あいやいやこれ猫崎さんのだよ。ええだってあつしは出られないよ。だからこっちの俺は何にもしてないんですって。そういう問題じゃなくて交番って情報をリリースしちゃってるから。ああそっか。あっちは本当です。いやだって諸事情により降板しましたって役者がひっそり復活するんですよ。俺は何もしてないじゃないですか。そうだけど、なんで俺無実の罪で裁かれないといけないんだよ。わかるけど、お客さんとかゆきちゃんの事務所に何で説明するの。本当のこと言えばいいじゃないですか。タイムマシンでやってきた本音コスメの足ですって。はい。やばいじゃん。だって事実なんですから。発表しちゃってるから。前田さんもさ、当日番組の猫崎さんの名前でしちゃってるでしょ。ああ、そうですね。本当だ。八重さん、本当に出れないんですか。だってこれはもう私が全然気にしてなくてもですか。ゆきちゃんの気持ちはそうだよね。いや、私嫌なこと何にもされてないんですよ。こっちのゆきちゃんはそうだよ。違うんです、本番前日の私も。いやかね、もうごめん。ゆきちゃんがどうとか、そういう話じゃなくなってんの。対外的なあれっていうか。それはどうにもならないんですか。ならないね、これは。なんでだよ。ごめんなさい、私のせいです。いや、エナミのせいとかではないか。僕もごめんなさい。いや、猫崎さんだよ。おお。6月に来て何かを失ったのはお前だけじゃないからな。しかたが喋りました。やるよ。頑張れねえよ。トモヤ。これどうなってる。彼女に振られたんだって。それタイムマシン関係なくね。あるわ。こっち来たらお前いつの間にか振られてたんだぞ。じゃこの2週間のうちに振られた。そうだよ。どの道時間の問題だったんじゃない。お前なんてこと。それもそうだね。じゃあ時間です。やっちゃおう。じゃあ俺の内容なんてしたいのもあるんで頭から読んでいきましょう。はいはいはい。じゃあいきます。よーい。えじゃあなんすか。これから毎週こんな会議があるってことなんですか。わかんない、噂で聞いただけだけど。俺正直木曜は速攻帰りたいんですよね。まあつか水曜も金曜も速攻帰りたいんですけど。諦めろ。マジか。えこれの分って給料出るんですか。ああそれはね、はい、出ない。出ないか。まあうちのいつものパターンなら、あのタレントが駐車場でライブやる時の準備のパターンで。うわ最悪だし。あのすいません、あのこれ全部読みます。あ、いや私がいろいろ言うのもあれなんですけど、これ一回全部通して読んでからだと時間なさそうなんで、この後リハーサルのこととかもあるんで、とりあえず重要なところだけ動きも含めて固めた方が良くないですかね。立ち位置とかわかんないんだけど。あ、じゃあその辺は私が言うんで。あ、じゃあそうする。任せるけど。あ、もちろん朝越さん次第なんですけど。朝越は？じゃあお願いします。あ、わかりました。じゃあまず最初のシーン、佐野本と新島なんですけど、まず佐野本と新島が座って喋ってて、あ、じゃあそこそこ座っていただいて、でこの感じである程度喋
喋っていて、で3ページ目の2行目、ここでゆきちゃんが来ます。新井っていう役ですね、はいはい、この時の登場はあっちからです、はいはいはい、っていう感じなんですけど、いいですかこれで。じゃあもうそんな感じでいきましょう。じゃあゆきちゃん入るんですか。お疲れ様です。お、お疲れ。え、佐野本さんも新島さんも出るんですか。まあ出るね。あ、そうなんですね。いや、むしろ新井ちゃんが出る方が気がいい。女子のバイトマスターなんで。ちょっと立ち位置なんですけど、佐野本と新島の間じゃなくて、佐野本の隣とかは、あ、そうそう、にしておかないと後で真ん中に東堂が来るんで、はい、っていう感じなんですけど、大丈夫ですかね。なんでそんな感じで大丈夫ですか。お願いします。そのままです。ちなみにこの会議、毎週木曜やるって噂あるよ。本当ですか。うわ、それはどっちの感情。え、嬉しいの、嫌なの。嬉しくなくなくない。いや、どっちだよ。さらに言うと、残業代を発生しないっていう説が濃厚だから。ああ、そうなんですね。あ、それ、いたゆきちゃん、あの、なんかもうちょっと演技を自然な感じっていうか、こう、あの日常生活でやるぐらいの感じにしてもらって。はい。いや、でもあの、ゆきちゃんの洗いはですね、これわざと大げさにして引っかかり残さないとダメなんじゃないですかね。そうなの。あの、後々のために違和感を残さないと思うなんで。あ、じゃあ、あの、そんな感じで。嬉しくなくなくないっていうのは、はい、これは嬉しい方です。嬉しくない方ですね。これ前田が演出した方が良くね。いや、ちょっと実質そうじゃん今。確かに。これ一旦朝腰を通すプロセスが無駄だもん。でも、え、どうします。じゃあ頼んだ。わかりました。じゃあ、椅子も頼んでます。じゃあ次きっかけいきたいと思います。5ページの7行目、東堂が登場するところなんですけど、はい、はい、浅草さんのそこまで舞台なんで、はい、ね、じゃあ改めまして熊谷さんの東堂いいからいきたいと思います。5ページから、どこなら大丈夫。おい、神聖なら舞台だぞ、消しから。うるせえ。実質じゃないよ。ようこそこっち側。何がこっち側。あれとか聞こえてました。あれって言うと、あのハゲってセリフとか。ああ、私は聞こえてましたね。マジっすか。はい、ストップ。熊谷さんなんですけど、はい、基本細かい演技は後回しなんですけど、はい、とりあえず東堂のキャラだけもう少し落ち着いた感じでお願いします。わかりました。あ、って言ってもあの漫画に出てくるようなメガネキャラみたいな感じにはしなくてもいいんですけど、はい、一応この後起こる会議の内容を知ってる側の人間であるので、はいはい、だからそれによってこう若干身構えてくるみたいな感じでお願いします。いやこれね、前田の方が正直演出家っぽいよね。うるさいよ。朝越しだしなんかふわっとしてる。いやでも私この後物販用の台本印刷しなきゃなんで、15分ぐらいしたら一旦抜けますね。抜けちゃうの。あ、すいません、皆さんにお配りした分また印刷しなきゃなんで。いや、じゃあ朝越しに行ってもらえば。これ行くの？何ですか？まあ。あ、あとすいません。はい。5ページで登場して、6ページの5行目からのやり取りあるじゃないですか。そこもなんていうかその落ち着いた雰囲気っていうのを守った方がいいですかね。そうですよね。登場した時とか割と冗談通じないキャラっぽくなってるんですけど、わりかしここでボケてるっていうとあれなんですけど。確かにここつながり悪いですよね。ですよね。うん、来ちゃおう。え？その展開今関係してこう。大丈夫です。これは伏線になってない意味ないシーンなんで。おい。ということで5ページの5行目から東堂のセリフから12行目の新島のセリフまでと、次のページ7ページの2行目の東堂のセリフから9行目の新井のセリフまでまとめてカットです。そんなに結構いくね。東堂のキャラが売れるし、あとネタとしてもぶっちゃけ微妙なんで。あ、ちょっとちょっと、あの切ったりもする感じ。まずかったですか。いや、まずいとかそういうんじゃなくて、一応こう演出を譲っただけっていう。いや、お前これ自分の書いた本じゃないって言ってたじゃん。そうだよ、別の朝子しかどうぞ。まあ、そうなんだよ。いつから来た。え、いつからってことはもしかしてこのビニテのこと知ってる
ってことってことじゃないの。言ってんの。ちょっと待って待って、このミニテを使うと違う時代とタイムスリップするんだ。いやいやいや、だからそれ言っちゃダメ。それ言うと信じてもらえないから。だってしてるじゃん。してるけども信じる。タイムスリップやろ、信じる。っていうか俺らも知ってる。ウビニテ貼る、お入れ替わる。おお知ってた。話早い。いつの3人ですか。1からここに来た2019年。俺たちはこの時間から行って5年後の未来からやってきたんだ。はぁ、あ、このビニで使って。え、待って、え、5年後ってことは5年後の熊谷さん。そう、コータと塩原、うん、マジで。もう一回言うけど5年後。これさっきユキちゃんが説明してたのがこのことなんだ。そうです、私たち5年とかじゃないですよ。しかもこのビニで使って2週間前にも戻れないでしょ。5年なら5年しか移動できないはずだから。だからこれは5年間専用。おぉ、淳、久しぶりだよ。お前待って、これはどういう。これは俺らにも分かんない。おなかしは男。でもあの時もうすでに、ね、そうだ、5年前はすでにやってたよな。何やり過去変わってるけ。テンション高えな。何なんだこいつら。てかてか、みんな分け。まあ、だからね。なんとこの感じ懐かしいよな。ってことは今元の3人5年後に飛ばされてるってことですよね。本当だ、それめっちゃ大変や。俺たちの日じゃないよな。てか3人、何しに来た。あ、そうや、もしかして入れ替わって5年間稽古期間増やそうとか言うんじゃねえだろうな。乗っ取りか。この5年前の世界を乗ったらそれか貴様ら。違う、え、乗っ取りではない。さっきからその乗っ取りって。いや、そう簡単に騙されへんけど。騙してやる。俺らは公演をやりに来たの。公演やったら帰るから。え、ちょっと待って、え、公演って何の。この公演、この時代のこの公演、第63正体バックスペース。私たちはこれをやるために5年後の未来から来たの。え、待って、この公演やるためにわざわざそれ使ってきたの。そう、5年後から。その通り。じゃ、なんで今日に。本当だよ。明日本番だわ。だってこの便利って決まった時間しかタイムスリップできないみたいだから。で、最初に使ったのが2日前。あ、こっちの世界の2日前でだったんだけど、本番始まるより前に戻らなきゃと思ったから、みんなに声かけて来れる人だけで来たっていうか。というか、この3人って不思議なメンツですよね。そう、確かに。まあ、コウタさんと塩原さんはなんかわかるじゃないですか。確かに、熊谷さんは、なんか私来ちゃダメだった。あ、いやいや、そういう意味じゃなくて意外だなって、嬉しいもん。そうそうそう、なんでこの3人な。ツアノさんとか来そうですけどね、うん、それこそ鹿島さんとか劇団員。鹿島ダメ、全然だって。声はかけた。いや、かけたよ。結構電話で話したんだけどね。にじも興味ない感じだったわ。それ意味あるとか言われた。でも意外だったよね。解散の時とか一番反対してたのにな。いや、してたじゃん。劇団に一番こだわってたのこいつでしょ。そうなん。いや、そうなんていうか今こだわりあるでしょ。いや、じゃなくて、え、解散。それ言ってよかったか。ダメなんじゃない、わかんないけど。恥ずかしい。解散って本当。だってあんま未来のこととか言っちゃダメみたいな。やっぱり。でもいいから。聞いちゃったから。どこまでいいんだろう。どこまでとかは。とりあえずこの劇団はもう、うん、解散してる。マジっすか。それいつ。まあいつとかはね、そういう詳細は。ちょっとね、まあ、俺らも知っちゃダメな気はするよ ね。そうでしょ。まあ聞きたくなる気持ちはわかるけど、うん、でもこの5年間の間に解散してるってことっす。ちなみになんで解散してるの。そうだわ、むしろ。あ、解散してんだね。ああ、俺何やってる。え、それ言っちゃっていいの。まあ朝越は実家帰ってるよね。マジか。北海道だけ。北海道。ほな、朝越は芝居してへんの。役所で働いてるとか村役場とか。まあうちの願ったら正直あれ村役場ですわ。ほな、やってへんね。らしいね。演劇とかそういう文化ないとこだからね。じゃあ私は。おこしも。あ、一応女優でしょ。あ、映像とか広告とか出てる。私この間山手線の中の広告で見たよ、主婦かなんかの役で。すごい。舞台はやってるみたい。俺の知り合いから聞かれたけど、舞台は透明ええわみたいな。そうなん。ちなみに皆さんってどんな感じなんですか。ああ、まあ俺はフリーで、まあぼちぼち。あ、舞台を。ほんでも続けてんだ。あ、でもコウタはもう商業の舞台とか出てるよ。うわっ、村の。ほんとちょい役とか、あの村人とか。朝越の村の。村ばかりすんなよ。熊谷さんは。ああ、私はもう全然やってないよ。普通に働いてるし。あ、そうなんだ。うん、俺って何やってますか。あ、私も舞台やってるよね。ああ、そうそう、この舞台見に行ったよ。はい、超おもんなかった。どうすればいいんすか。俺は。そう、あの、あれ最近聞かないね。俺も。私も。
俺消息不明去年くらいにタイに旅行に行くって言う。俺も聞いた。いや待って待って、俺タイで消息を絶ってるの私ってどうなってますよ。ああゆきちゃんはね、そうそう、こないだ結婚した。おめでとうございます。ありがとうございますって今言われても何とも言えないんですけど。いやどうしよう、聞きたいけど聞きたくないよな。ちなみに細いわね。細いわ。3年後じゃね。横浜で。まあじゃあ皆まで言うまい。横浜で何があったの。私絶対横浜行かなかった。前田だよね。前田はだってもうすんごい超売れっ子。マジっすか。作演出としてね。次あれでしょ、元 AKB。 前田敦子と大島優子の舞台初共演のやつ。パルコとかね。女性客がっつり掴んでるショーも撮ってたよね。大島優子局長だよ。待って、南国美局長。それそれそれ、マジっすか、私がですか。うわ、なんか全然想像つかないっすわ。にやけすぎだろ。そりゃそうやろ、そんだけ売れてるな。どんな感じの芝居やってるんですか。なんか女なんかこう、鋭い感じのやつ。女性のドロドロした情念をポップに描くみたいなやつ。ありがちだな。面白かった。そういうね、ある程度エグくて、それでスタイリッシュなあれでしょ。あ、近いけど、そういうね、一見尖ってる感じだよ。大丈夫。お前だろ。お前は実家に帰ってんだろ。完全に歪みや。歪みとこじゃない。まあ、片やパルコ、片や村屋。でもね、その後だってあさこさんもどうなるか分かんないじゃないですか。いいんです、いいんです。俺なんてもう鶴やらんぼく菊章さったかもなんか調べて。いや、すげえちゃう。とりあえず、稽古しちゃわない。そうだね。だから皆さんね、鶴やらんぼく菊章さったかもありがたい演出のことで。ちょっとやめてくださいよ、超やりづらいっすわ。前田パルコ様の演出だもん。いや、誰がパルコ。とりあえず演出もそうなんだけど、セリフ合わせてもらってもいい。俺らも台本引っ張り出してきたよ。こちらちょっとまだセリフ微妙だからさ、あの足引っ張ったら申し訳ないんだけど。そうだよ、俺は昨日だその話聞いたの。でも結構さっき覚えてたじゃん。いた覚えてるぞ。なんとか、あの、俺たちもなん…何か覚えてないの。セリフとか…なんで稽古してないんだわ、まだ。台本もさっき初めて読んだんで。どういうこと。だって稽古はしてるでしょ。本番前日でしょ。そうやねんけど、私たちはこの時代の人じゃないんで。あ、だから3人が5年後から来たのと同じで、うん、2週間前から来てえ俺たちは2週間前の時代の人間なんです。3人はこの世界の2019年、つまりここから来たってことだよね、うん、でそのビニテが過去に戻れるってことを知って今日に来たと、うん、でそれが入れ替わりだから今日にいた3人が5年後に行った、うん、でもこの入れ替わりよりも前に、すでに本番1日前と2週間前とで入れ替わりが起こってた。だからここにいる俺たちは本番2週間前のこの5月28日にいた俺たちなの。それが熊谷さんと同じように時間を移動できるビニテを発見していろいろあった結果、この本番前日の座組と入れ替わっちゃったの。まあ、入れ替えられたっていうかね。それがついさっきの話なんですよ。じゃあここにいるみんなほぼ稽古してないってこと？はい。ちょっと、むしろ3人とかやってんじゃん。いや、ね、2、3日前からやってるなら。でもすでに1回本番やってるはずだから。あ、そっか。あ、ちなみに私と木村さんはもともとこの世界っていうかこの時代の人間なんですけど、だから今ここには3つの世界の人間が一緒にいるの。何やってんのよ。俺らに言うなよ。しかも無理やり入れ替えられてるから。俺なんか何にもしてないのにいつの間にか降板させられたかったんだよ。俺なんていつの間にか彼女と振られ別れてたんだからな。文句だったらもともとこの世界にいた奴ら言ってくれよ。じゃあお前のせいか。いや、うちらも来ましただからね。で、本番前日になって何番ってやつら押し付けられてるから。言っときますけどね、この人たちびっくりするほど何もできないんですからね。ひどい。てめえパルコ、これこれ誰に言えばいいんだよ。これはもうタイムパトロールに言おう。いや、いねえか。それはただの現実逃避ですから。どうにもしたくなります。ちょっと5年後のお三方にお伺いしたいんですけど。なんでそんな敬語なんですか。いや、一応5年後だから。ああ、そういうもの。だって30でしたね、4つ上。ああ、そう、どうやってこの時代に来たのかなって。ああ、だからこのビニテを見つけて一度使ってみたらこの時代に繋がったんで。やっぱ5年後でビニテを見つけたんですよね。そうですけど、で、見つけた時は新品だったってことですよね。まあ、最初に使う人が行き先
っていうか戻る時間を決められるんですよ。あ、そうなんだ。ちなみにそれってどこにあったんですか？5年後のこの稽古場のその棚のところです。私が最初に見つけたのと同じところです。あ、そっか、そういうことっすよね。でしょ、ダメの家。熊谷さんは5年後でこの新品のビリテを見つけてこの時代に来た。ってことは5年後にも未使用のビリテが存在した。つまりこのタイムマシンみたいに入れ替わるビリテは2個あったってこと？いや、惜しい。だからこの2週間前の世界と今ここの本番前日の世界と5年後の世界は全部別の世界じゃないでしょ。ってことはそれぞれの時代に俺たちが存在しているように、それぞれの時代にそのビリテもあるってことなんだよ。この世界にもあるってこと？そのはず。まして、本当っすか？だからさっきから僕そのこと言ってたんだけど。ああ、そうやったっすか？むしろ分かってないのかと思って。5年後の世界ではビニテが新品だったんですよね。うん。だからこの世界で未使用のビニテを見つければ戻る時間を決められるってことか。俺たちも元の世界に戻れるってこと。そういうこと。俺も元の世界に戻れば降板しなくて済むんだよね。それはそっち決めて。そうですよ、アツリさん、降板しなくていいんですよ。はい、私が見つけた時はここにあったんですけど。え、だって熊谷さんもそこって、っていうか5年後のビニテがここに来てるってことは、あー、そっか、ここにあったビニテは5年後に行ってるってことか。入れ替わりやもんな。え、じゃあこのビニテが5年後に行けばいいってことだよね。っていうかこの3人がビニテ持ったまま5年後に帰れば元の3人とこの世界のビニテが戻ってくるってことか。でしょ。なるほど。じゃあ、まあ、コロ帰ってください。いや、それはちょっと無理だ。いやいやいや、無理とかじゃなくて、ごめん、それは無理、本当に。いや、何言うっと、やっぱ乗っ取りか。いや、乗っ取りかよく分かんないけど。じゃあ何何っていうか、え、なんすか、なんかあるんすか。ごめん、なんかそのみんながすでに入れ替わってて準備とかがヤバいってのは分かったんだけど、ごめん、帰るのはできないわ。え、どういうこと？なんでできないんですか？いやいや、黙ってないで。これほんま冗談じゃなくて。じゃあ分かった、もう言うけど。いいの？だってしょうがないでしょ。まあ、え、なんすか？この公演は、てかまあ第63小隊のバックスペースっていう公演は本番初日に中止になるの、私のインフルエンザで。え、私のインフルエンザが初日に発覚して、で、代役も立てられなくて中止になる。え、マジで？そう、だから私たちはそれを避けるために来たの。だってほら、今の私だったらインフルエンザにかかってないから、私が変われば明日からの本番が中止にならなくて済むのね。だからこのまま私と公演をやってほしくて。どういうこと？インフルエンザって？本当にですか？うん、でもそのインフルエンザっていうのはそっちの世界っていうか、この宇宙っていうか。そう、別やもんな。そう、いや、でも別ではあるけど、ほぼ同じことが起こるはずだから。そうな、だって公演のタイトルもメンバーも同じ平行世界で、そこだけ別のことが起こるって考えるのは難しいと思うよ。じゃあ本番2週間前の熊谷さんは2週間後にインフルエンザになるし、本番前日の熊谷さんは翌日にはインフルエンザになるってことでしょ。え、じゃあ俺らが元の世界に戻ったり2週間後には中止になるってこと？多分。いやいや、ちょっと、え、マジで？いや、でもだってそれはやってみないと分かんないじゃないですか。もちろんそうなんだよ。まあ少なくとも俺たちはそうなったから、もしこの朝越の言う通りほぼ同じことが起こるっていうその理屈が正しければそうなるんじゃない？そうなんすか。いや、分かんないけど理屈はね。私はそうなってほしくないんだ。うちらの匠でも同じことが起こるってことでしょ、元に戻ったら。まあしかも明日、うん、とりあえず私たちの時は私はもう本番前日には発症してた。でも休むわけにいかなかったし言い出せなかったけど。マジで？誰か私の時代の熊谷さんと会った人っていないですか？私と鹿島さんが2週間前の世界で。どんな感じでした？具合悪そうだったとか。まあ一瞬やったし。でもなんか危機迫る感じではあったような。うん、危機迫る。私もこっちで会ったんですけど、咳とかしてて。言われてみれば辛そうではあったけど。え、じゃあこっちの熊谷さんはもうなってるってことなんですかね？うん、マジっすか。じゃあ私が初日から代役入るとかじゃダメですか？でもお前たちはなんか初日は大事な授賞式とか。それはなんとかするんで。それはそっち出なきゃダメでしょ、うん、でもだから
戻ったら俺たちもできないし、木村さんとか前田の方もできなくなるってことですよ。そっか、どっちの世界も。でしょ。そうなるね。まあ、どっちの世界もとかは知らずに来たけど。そうなんだ。でも、この時代で公演やっても自分たちの世界は変わんないよ。そう、別だから。こっちの過去で何かしてもあんたらの世界には影響しないし、あんたらの過去が変わるわけじゃないよ。それでもいいよ。私は自分のせいでこの公演を中止にさせたくないってだけだから。てか逆に聞くけど、みんなはそれでも2週間前に戻りたいの？でも戻らないと私はダメだと思います。なんで？だって戻らないと何も悪いことしてない人がこんなことになるの間違ってると思います。そうや、戻らなさ、なんかダメじゃない。でも戻ってもほぼ確実に同じことが起こるんですよね。中止になるんだったらこっちでやった方が。え、ちょっと引いちゃう。待って、でも、あー、わかんないな。俺も戻んないでこっちで本番やった方がいいと思います。ちょっと待ってよ。なんでですか？ここでやったら淳さん出られないんですよ。いや、そうだけど。2週間前に戻ればなんとかなるかもしれないじゃないですか。でもここでやったら絶対無理だって決まっちゃってるんですよ。でもそれで戻りたいっていうのは自分のために公演中止になってもいいってことになっちゃう。俺は劇団員だし出たいけど、この劇団に公演中止とかしてほしくないし。お前がそれ言ったら俺振られる前に戻りたいとか言えなくなっちゃうんだけど。あ、いや、そうそう、具体的に俺がなんかわがままなやつみたいになっちゃうだろう。俺もうどうしていいんだよマジで。え、あ、ちょっと僕わからないんですけど、これそもそも5年後の熊谷さんが入れ替わる必要ってありました？あの、僕らと一緒にいた本番2週間前の熊谷さんは2週間後にインフルエンザになるんですよね。で、本番前日の熊谷さんはもうインフルエンザになってるんでしょ？多分。でももうすでに入れ替わってるっていうか、2週間前の熊谷さんは1日前にいるし、1日前の熊谷さんは2週間前にいるから、もう発症してる熊谷さんは治った後に本番を迎えられるし、まだ発症しない熊谷さんは本番が終わった後にインフルエンザになるってことじゃない、うん、ですね。俺たちが入れ替わった時点でもうインフルエンザ回避できてちゃうの。まあもちろん元の2週間前に戻るかここでやるかは話し合わないといけないと思うんだけど、こういう言い方したらあれなんだけど、5月の僕らがこっちに来てる時点で正直5年後の熊谷さんが来る必要はなかったっていうか。じゃあ、でも私たちが帰ったら帰る手段が新しいビニタが戻ってくるってことなんでしょ。それ使って元の手段に戻るでしょ。いや、まあ、だから私たちは帰らない。それはちゃうやん。自分たちの公演のことは自分たちで決めるから。それでも私はどうしてもこの公演を中止にさせたくないもん。いや、それもううちらの公演のためじゃないやん。自分らがやりたいだけやろ。やりたいだけだよ、言っちゃうと。はあ、この芝居リハーサルまで終わってたんだよ。台本すげえ遅くて、なんとか本上がったと思ったら淳のもあったりして、で前日のギリギリまで稽古して、でやっと本番当日って思ったらそこで終わりだよ。だからこの作品だけはどうしてもやらせてほしいって言ってんだよ。それは5年後に戻って他でやった絵やん。ちょ、待って待って、他でってそれマジで言ってんの？なんでこの劇団でやらないと意味ないでしょ。いや、うちらは3人のこの劇団じゃないから。どうしてもやりたいんやったらさ、5年後に戻ってそっちのメンバーでやってよ。それができたらこんなとこ来てねえよ。私なんてもう北海道にいんだぞ。じゃあ分かった、もういっそ俺たち全員を5年後に送ってくれ。そのビニテは戻さなくていいし、3人も元の時代に戻らなくていいから、俺たち全員を5年後の俺たちと入れ替えてよ。ちょっと何言ったお前、どうした？だって俺たちの時代の3人はさ、5年後に飛ばされてるんでしょ。俺たちが集まろうと思ったら全員で5年後行くしかないじゃん。そうやけど。そうなので、待って待って、さらに5年も旅するつもりなの？俺たちは5年後行って、甲田とか塩原とか熊谷さんと話してくるから。そしたら俺と入れ替わりで5年後のメンバーが俺たちといたこの場所に全員集まるから。何言ってんの？そんなにこの公演やりたいなら5年後の俺たちに行ってくんない？はぁ、この時代の2人立ち会いに。え、うちら？これから今5年後の俺たちが来るから事情説明してやって。いやいやいや、ちょっと待ってよ。そんないきなりみんなして5年後に
り3人5年後に飛ばされて困ってるから。いや、私だってその5年後の皆さんが来られても困るんですけど。それはもうそっちでやってくれ。5年後のみんなが本当にここで公演しようとかなったらどうするんですか。そう、そういうことでやるならもうやっちゃってばいいんじゃない。ちょっとそしたら俺たちさ、5年後でこの場所でこうやるてばいいじゃん。狂ってます。待ってください、それって俺たちは5年後のそれぞれの場所に飛ばされるってことですよ。そうだよ、もし俺がタイに飛ばされたらどうするんだよ。どうするの。俺が最後何だと思ってた。っていうか私知らない旦那の隣に行っちゃったらどうするんですか。知らん、抱かれろ。私は横浜でどうなるんですか。本当に知らん。私の前田敦子と大島優子の稽古場に行ったらどうするんですか。いやいやいや、横浜行かなくていいよ。うちらの事情説明する人いなくなった。クソ、行きたかった。おめえら、おめえらええよ。なんかすいません。これでどう。もし3人が本当にこの場所で公演を打ちたいならこれで条件揃うと思うんだけど、それで終わり。もし5年後のメンバーで公演が打てなかったら元の時代に帰ってほしいんだ。皆さんはもう気にしてないって。そうなんだ。何
なんか意外とあっさりですね。ねえ。で、これで。ってことはこの時代のビニテ。そう。これか。そうですね。5月28日と同じところにあったんで、これで元の時代に戻れるんですよね。うん。で、そうなんだよ。これからなんだよね。これで今が猫そぎさん抜いてたインフルエンザの回避された状態ってことですよね。こっからここで公演をやるか、これ使って2週間前に戻るかって話なんですよね。そうだね。戻るでしょ、元の時代に。え、戻ってインフルエンザにならないように頑張るでしょ。まあそうね。でもそうするとこっちの世界は明日。まあね。いいんですか。いやだっておねごの人たちにあんだけ言っといてさ、こう自分たちだけ入れ替わったまんまってわけにもいかないでしょ。まあ、うん、お互い元の座組でどうにかするしかないんじゃない。予防とか対策とか。でもこっちのっていうか本番前日の熊谷さんはもうインフルエンザになってますけど。そうっすよ。それどうするの。それはこっちで何とかするか。いや、いいのってのと申し訳ないってのと、自分たちの公演のことは自分たちで決めるって言ったじゃん。うん。ね、言っとくけど、こことここも別の座組だからね。まあ、5年とか離れてないにしても。ああ当然私たちも元の座組ではいたいよ。まあ、この人たちびっくりするほど何もできないですしね。説明がパルコだよ。パルコ、もう説明がめんどくさい。5年後私、超売れっ子らしいんで。そうなの。5年後の皆さんが言ってました。私の次の作品、パルコで作演出なんですって。いや、嘘つけ。いや、本当なんですよ。仕事は寝て言えよ。いやいや、皆さん聞いてみてくださいよ。はいはいはい、はいはい、じゃなくて別の宇宙だ。そっか。むしろ俺たちは2週間前に戻って違う未来になろうとしてるところだからね、うん、そうですよね。パルコは変えないでくださいよ。変えようか変えまいか関係ないから。ああ、じゃあそろそろこっちのメンバー連れて劇場行かなきゃだから。そうやな。早く帰った帰った。いや帰った帰った。失礼だ。こんな悪夢の世界こっちから願い下げた。そういう未来避けんの。ああ俺が彼女に振られるのな。それは知らねえ。それ自分でどうにかしろ。ほな、戻るんで。お疲れ。お疲れ。分かんないけど、まあどうせすぐ同じ人たち来ますしね。ああ俺ら戻ってきたらボコボコにしといて。オッケー、分かった。スローズか。だってまるでもムカつかない。いや、まあ。じゃあ、行きますか。よっしゃ。二度と来ないでね。いや、こっちのセリフだわ。出てる出てる。これ、出てない。ごめん。私は戻らないわ。は？何言うと。インフルエンザになるのは私だけなんだから、私だけ本番前日と2週間前と入れ替わってればいいじゃん。いやいや、せっかく5年後から戻ってこれたのに。そうだけど、だって私一人だけ残れば全部解決できるんだよ。みんなの公演もこっちの木村さんと前田ちゃんの公演だって中止にならないで済むんだよ。それに明日いきなり本番迎えなきゃいけないの私一人だけだし、これならみんなが助かるから。でもそれはなんか違うでしょ。みんなは元の世界に戻れるんだよ。公演だって元のままできるんだよ。でも熊谷さんとは一緒にできないじゃないですか。いいよ、私は私は私でこっちで公演できるし、何より公演が中止にならないで済むから。だってみんなはこの公演成功させたくないの。させたいけど。だったらこれしかないじゃん。いやでも熊谷さんだけ変わったままでうちら元通りやるって、それは成功な。成功でしょ。だって中止になるより全然いいでしょ。そうやけど。だって向こうの私だって私じゃん。でもそれは違う熊谷さんでしょ。何が違うわけ。同じ座組でやってきたっていう経験。そんなのさ、代役を立てるのだって一緒でしょ。淳君が降板して根こそぎさんになるのと何が違うの。一緒だよ。じゃあそうさせてよ。でも熊谷さんも淳もまだ何にも起こってないんだ。だから二人とも降板させられない。なぜなら何の理由もない人間を降板させるわけにはいかないから。でもほぼ確実に同じことが起きる。ほぼ確実だね。でもまだまだ起こってないんだ。起きてからじゃ遅いだ。聞くけど、あなたは正当な理由もなく降板するような女優なんですか。このままここに残るっていうことはそういうことだから。俺が舞台で見てどうしても出てほしくて出演オファーしたのはこの熊谷さんだ。
別物じゃないか。ていうかうちらも本番前日にこんな稽古しない人と一緒にやりたくないから。だからまあこっちの公演に出てください。お疲れ様です。
提出してきました。失礼しました。お疲れ。時間だから見に来た。これ熊谷さん風邪ですか？インフルエンザ。え、マジですか？予防。もうなんすか、超びっくりしたじゃないですか。え、これ今さ、稽古してない感じ。ごめん。何か探してるんですか？あ、パルコ、お前の手伝い。パルコ。信じてもらえないから。タイムマシン、タイムマシンになってるビニテを探してるんだって。いや稽古しようよ。